WBC 侍ジャパン2009年と2023年ってどっちの方が強い？球種も増えたし、平均球速5キロぐらい違うやろうから2023年。正直9年の方が下位打線は強いと思うんやが。全盛期の大谷翔平がいるってだけで基本最強やろ。9年は控えも層が厚かった。実際2009年のメンバーから今年に欲しいのってイチローとジョージマくらいやろ。2023年やろ。2009年は野手がツーシームに対応してないから。歴代最強日本人打者の大谷がいるかいないかの差はやっぱりでかい。 WBC 期間に限定すればイチローのライトですら近藤と迷うレベルやろ。2009年って杉内や岩隈もすごいけど何よりダルが全盛期だもの。打撃戦に持ち込めれば2023年、投手戦なら2009年かな。9年の特に良かったところは城島と岩隈と杉内かな。特に岩隈なら大丈夫という安心感はあった。戦わせるより混ぜて1チーム作りたい。岩隈を打てないから2023年の負け。2009年は守備がファイヤーすぎないか。村田が離脱したからね。サード小笠原、ファースト稲葉でいいのに。投手力を考えたら2023年じゃない。野手の長打力でも2009年は言うほど脅威ではなかったけど、イチローの勝負強さだけはガチやったけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。